電図。電図は厳密には会社ではなく、株式会社 ITC が所有するゲームブランドのことです。1994年にジグザグキャットを発表後、UFO 焼きそばの CM に登場したマイケル富岡氏が扮する UFO 仮面焼きそばの検証用ゲームソフトである、その名も UFO 仮面焼きそばを発売したりもしました。もっとも、こちらの開発元は、サマーカーニバル92劣化を開発した KID であり、同社はあくまでも販売元としてですが、それ以外にも、だるま落としを元としたゲームであるだるま道場や、人気芸能人であるダチョウクラブのタレントゲームであるジグザグキャットダチョウクラブも大騒ぎだ、とも発売しましたが、これらも開発元はメトロであり、デンズ自体は開発は行わず、販売だけを行っていたようで、1995年以降は、ゲーム事業からは撤退してしまったようです。ジグザグキャット、タイトルからは想像つかないと思いますが、本作は有名お笑いユニット、ダチョウクラブがコラボレートした、ブロック崩しゲームとなります。以前から松村邦弘伝や、さんまの名探偵などの、タレントゲームは様々ありましたが、本作の特徴として、タレントが主人公ではなく、脇役という点が挙げられます。主人公の名前はトムで、魔王ターゴに誘拐された、お姫様のプリンセス、レインボーを、助けるのが目的で、ダチョウクラブの面々は、ダチョウ星の舞踏大会に勝つため、究極のギャグを得るために、レインボー星にやってきた、という設定になっています。ダチョウクラブのギャグで、当時としては珍しく、ボイス付きである点や、やはりタレントゲームとしては珍しく、普通にゲームとしても楽しめる、名作となっています。UFO 仮面焼きそばん、ケトラーの黒い陰謀。カップ焼きそばの大家である、UFO。その CM であった UFO 仮面焼きそばん。マイケル富岡演じる焼きそばんが、デーブ・スペクター演じる、悪の総統、ケトラーを、揚げ玉ボンバーなどの必殺技で蹴散らす、ギャグが大受けして、CM の枠を超えて大人気となりました。本作についてはもともとは、検証用の非売品だったものを、一部修正を加えて、販売する形となった作品です。オーソドックスな、ベルトスクロールアクションで、焼きそばんは殴る蹴るに加えて、青のりフラッシュによる目つぶしや、揚げ玉ボンバーによる全体攻撃などを、駆使して進んでいきます。焼きそばのゲームだけに、やや大味な部分こそあるものの、非売品だった作品の一般販売化は非常に好意的に受け入れられ、結構な人気となりました。当時テレビ CM も面白くて好きでした。見た目もルールも名作対戦ゲームであるボンバーマンに酷似したゲームで、爆弾が電撃発生機に、爆風がスパークに置き換えられた形となっています。ボンバーマンが爆風で一撃でやられてしまうのに対して、スパークは徐々に体力が削られていくという設定になっており、この差でゲーム性を大きく変えているのがわかります。ストーリーモードは、1マップ4ステージで、各マップ最後のステージで、ボスを倒して進んでいき、9つのマップをクリアすると、最終ステージに到達できるという、かなりのボリュームとなっています。さらに4人同時での、対戦プレイも可能になっており、ただのボンバーマンのパクリ、というにはかなり完成度の高い、
ゲームと言えるのではないでしょうか。本家、三強、フィーバー、実機シミュレーション、パソコンメーカーの最古参にして、最大大手メーカーである、株式会社三強の、人気マシンのシミュレーターとも言うべき、ゲームになっています。プレイできる機械は、CRF ワールド1、フィーバーネプチューン、フィーバーウォーズ1、フィーバーキャッスル、の4機種となっています。ストーリーモードというべき、実戦シミュレートモードでは、これらの機械を相手に、全国7つのパチンコ店で、各7回ずつフィーバーさせれば、クリアとなります。とはいえ、ただの運ゲーではなく、よく釘を観察して、出やすい台を選別したり、ハンドルの強弱を、コントロールしたりと、実際のパチンコさながらの、プレイが可能となっており、さすがはシミュレーターを名乗るだけのことはある、といったゲームになっています。バークレーのタワーダンク、オリンピックの金メダリストにして、NBA で長きにわたって君臨した、サ・チャールズ、こと、チャールズ・バークレーが監修した、ストリートバスケットボールを題材とした、スポーツゲームです。ルールは一般的な、3-on-3ではなく、2-on-2と、なっています。当然 NBA 選手でありながらも、チャールズ・バークレー自身も、ストリートバスケットを、プレイしてくれます。ストリートということもあって、通常の競技場との、ルールの違いもさることながら、最大の違いは、審判が不在なので、ラフプレー上と、というところでしょう。さすがに殴る蹴るとはいきませんが、普通のバスケットボールなら、ファウルになってしまうような、ラフプレーで、強引にゴールを決められるのは、ストリートバスケットならではの、楽しさではないでしょうか。